市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。團十郎様、伊達様、千秋楽まで皆で走り抜けます。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のツイッターに、3年ぶりの宮舘涼太さん、3年前から見てる方は気がつくはず、彼の努力と成長を。私はそこにも感動しました。私が襲名披露公演の間、お忙しいのに本当に熱心に稽古をしてました。初日終わり、彼に声をかけました。よかったね、よかったよと、私も幸せです。ありがとうございます。宮舘さんのファンの方々もありがとうございます。千秋楽まで皆で走り抜けます、応援よろしくお願いしますと、実盛の初日の様子をツイート。この投稿にファンからは、初日おめでとうございます、伊達様の成長嬉しい限りです、私も地方でまたチケットも取れなかったので見に行くことができません、配信していただきたいと切に願うばかりです。素晴らしかったです。感動で気づいたら涙していました。初日素晴らしい幕開けでした。千秋楽を皆さんが笑顔で迎えられますように、お体お気をつけて走り抜けてください。初日感激させていただきました。忙しいスケジュールの中で伊達様の完璧すぎる姿に感動しました。花道横での呼吸の音まで素晴らしすぎました。團十郎様、伊達様含め全ての出演者、スタッフの方々、千秋楽まで怪我なく頑張ってください。応援しています。市川團十郎様、この度は宮舘涼太さんを義仲と義高にしていただき、本当にありがとうございました。初めて今日歌舞伎を見て感動で涙が止まりませんでした。千秋楽まで無事駆け抜けられるよう、陰ながら応援させていただきますなどの多くのコメントが寄せられていました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。